金沢ジュニアジャズオーケストラジャズ21。すいません、皆さんこんにちは。金沢ジュニアジャズオーケストラジャズ21と申します。今日は残念ながら雨模様となってしまいましたが、私たちも精一杯頑張って演奏しますので、どうぞよろしくお願いいたします。1曲目にお送りした曲はジョン・コルトレーンの名曲モーメンツ・ノーティスという曲です。ソリストを紹介します。テナーサクソフォン山本あかり、ピアノフォルテ西田楓、アルトサックス北澄幸音。ありがとうございます。それでは早速2曲目に行きたいと思います。次の曲はですね、一気に雰囲気を変えまして、マイフーリッシュハートという、落ち着いた曲をお送りしたいと思います。どうぞお聴きください。
ありがとうございます。マイフーリッシュハートをお届けしました。ソリストはオンアルトサックス矢谷のの子ピアノホルテ西田楓ありがとうございます。次にお送りする曲はですね、グレンミラー楽団のムーンライトセレナーデというアルバムの中の一曲にあります、アメリカンパトロールという曲です。とても盛り上がる楽しい曲なのでどうぞお楽しみください。アメリカンパトロールでした。ソリストを紹介します。オントランペット岡部翔太郎ここでですね、少し私たちの活動について紹介させていただきたいなと思います。私たちジャズ21はですね、小学生から高校生までのメンバーで、構成されてまして、毎週土曜日に金沢市民芸術村というところで練習をしています。金沢市民芸術村ご存知の方いらっしゃいますか？ありがとうございます。とてもいいところなのでぜひ一度行っていただきたいなと思いますけれども、メンバー募集も随時行っておりますので、私たちの演奏を聴いてジャズに興味が湧いたり、また音楽に興味があるという方、初心者でも大歓迎ですのでぜひ一度お問い合わせいただければと思います。金沢ジャズ連盟ホームページより情報をチェックできますのでどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、次の曲に行きたいと思います。次にお送りする曲は When You Wish Upon a Star という日本語に言うと星に願いをという有名な曲になります。アルトサックスをフューチャーして、
とてもかっこいいアレンジでお届けしますので、どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。 When you wish upon a star、 ソリストはアルトサックス北角幸音。ありがとうございます。次の曲はですね、アフターヌインパリスという曲をお届けします。パリの昼下がりという曲です。まあ、ソリストの2人がパリっぽくかっこよくやってくれると思いますのでぜひ注目してお聴きください。ありがとうございました。アフターヌインパリスをお聴きいただきました。ソリストを紹介します。テナーサクソフォン山本あかりそしてフリューゲルホルン本田あさこ
いよいよ私たちの曲も終盤に差し掛かってまいりました。残り2曲でございます。次にお送りする曲はトロンボンブギーというトロンボンセクションをフューチャーした楽しい曲になります。ぜひ手拍子をして一緒に楽しんでください。それではお聴きください。トロンボンブギーソリストを紹介します。オントロンボン海式千歳そしてトロンボンリンちゃんこと菅沼凛太郎ピアノホルテ西田楓ドラムス岡田志音そして、トロンボンは品尾雄一郎でお届けしました。ありがとうございます。そして、次が最後の曲になります。ラフェスタという先日亡くなったチークコリアの遺作になりますけれども、日本語で
祭りという意味の曲になります。とても楽しい曲なので、ぜひ楽しんでお聴きいただきたいと思います。最後になりますので先にソリストを紹介します。テナーサクソフォン山本あかり、そしてキーボード西田楓、はい、それではお届けします。ラフェスタ、あ、ドラムス、あ、ソプラノ、すいません、ソプラノサックス北角ゆきね、それではお聴きいただきたいと思います。ラフェスタ、
ありがとうございました。ジャズミュージックでした。ありがとうございます。最後にシングシングシングお届けします。オンドラムス岡田翔、
ありがとうございました。ジャズ21でした。